中村雄一のいよ中村屋三枚目。この世に男として生まれたならば武勇伝の一つや二つあるもんだ。歌舞伎役者早乙女春斗を演じる中村雄一のイケてない噂を募集してその真相を語り尽くす中村雄一のいよ中村屋三枚目。中村屋よ、ここは悪くなくていいかな。まだ不良のたまり場ですか。じゃあ今週のお便りを読んでください。お願いします。ナンカリーさんからもらってるぜ。ナンカリーさん、はい。中村さんは鬼ごっこが始まると真っ先に自転車に乗るという話は本当ですか？地元ではね、やっぱりその鬼ごっこ嵐の中村と呼ばれてましたから。嵐でですか？やっぱほら各場所によってさ、やってるわけよ、鬼ごっこをみんなが、うん、そこにこう乗りつけてチャリでさ乗りつけてお前らやってんだろっつって俺加えてみな、全員あっという間とっ捕まえちゃうよっつってやるわけだから、うん、まあ基本これまず鬼になってやんよみたいなところからスタートして、うん、そうそう、じゃあでもまあ公正にこうじゃんけんで、そう、普通じゃんけんで負けたら鬼なんだけど、そうです、ね、俺はもう自ら鬼、え、率先して鬼、そう、とりあえず鬼になるの、とりあえずまず鬼になってですよ。それでまあ10とか20とか1分とか数えて、ああみんな縮になったあと全部チャリで探してもらうから卑怯者ちょっとね、そうなんです。でマジ鬼じゃないですかって言われて、向こうからね、ねえ、じゃあ俺今度逃げるからお前鬼になってみなっつって、逃げるときはチャリで隣町まで逃げる中村や絶対負けねえもん。なあ、結局鬼じゃなくなっても鬼じゃないですかって言われちゃうんだよ。そうだね、そうだよ、鬼の中村だね。すごすぎる、鬼じゃないな、おめえバネーは、うん、勝てないっすね。勝てないでしょ。次です、はい。静岡県のハンドルネームうまい棒人間さんからです。どんな人間だ。中村さんの右耳はメープルシロップの匂いがすると聞いたんですが、さすがにそんなことありませんよね。メープルシロップ、マジかよ、そんな甘い匂いするのかおめえ。メープルシロップ、耳のね裏からなんか匂いが出るっていう。お前だからモテんじゃねえの。おめえ、ゆういち、お前だからモテんじゃねえの。メープルシロップでね、最近お前すげえモテてるなよ、はいはい、そのせいなんじゃねえのか。そういうところもあるよ。そこもあるんですか。マジかよ。そあと、お腹減った時に、こう、キュッキュッってやって、ペロペロなって。味まですんのかよ、お前。すげえな、お前。今、めぐみは左側に座ってっからよ、大丈夫だから。わかんない。危ねえよ、めぐみ。血糖値上がってるのかもしんないよね。大丈夫です。ずっと私、左にいるから。右に座んなよ、めぐみは。気をつけろ、マジでよ。壁とかさ、壁だから。俺の右壁だからさ。お前、これ、カナダかよ、お前。お前、カナダだな。カナダだよ。ああ、すげえ、マジかよ、半端ねえ。中村や中村や、さあ、行くわ。うわ、なんか、ぐだってるな。ね、来週はどんな秘話が飛び出すかどうぞお楽しみに。以上、中村一のよう中村屋3枚目、本日はお開き。